6月9日、ハートフルミクモで地域の元気応援事業で採用された活動を報告する振り返り報告会が行われました。この日の報告会にはおよそ250人が参加しました。開会に先立ち、竹上市長から生活していく中で地域の人々とのつながりや一緒に活動していくということにこの事業の意義があります。今後も地域力をアップさせる取り組みをよろしくお願いしますと挨拶しました。この後、平成29年度の地域の元気応援事業に選ばれた22の団体が1年間の活動を報告しました。地域の元気応援事業とは、住民協議会や市民活動団体による地域の特性を生かした活動を応援するもので、平成24年度から実施されています。第4地区住民協議会は、第4公民館におよそ160冊の絵本を設置して貸し出しを行う第4文庫を設立した活動や、神戸まちづくり協議会は、ふれあい農園を開設して、小学生や地域の人々と野菜や花を育てた活動など、それぞれの団体が発表しました。発表が終わると審査員から予算や天候などさまざまな課題が起こってくる中で頑張っていただいた結果がこのような素晴らしい報告となりました。どうもありがとうございましたと感謝の言葉が送られました。地域の活性化については非常に大切な事業じゃないかなと、やっぱりいつまでもこう盛大にやってほしいなというふうに思いますね。1年間事業にご協賛いただいたことが実現できてよかったと思っております。